安と言います。安先生。安心の安です。医者にできるのは回復しようとする人のそばに寄り添うことだけや。このままじゃダメだ。心なんかどうでもええ。人間の心っていう複雑なものをなんとかして理解しようとするのが精神科医やね。ここにおるから大丈夫です。ああ、その調子ですよ。周子さんって綺麗なええ名前やと思います。充電してもええ。今朝6時前に近畿地方を中心に強い地震がありました。生きてるだけで。心のケアってどんなことするんです？ごめんなさいって。誰か助けてってその声が聞こえてるんです。まだ見つかってへんねん、おじいちゃん。人間は傷つきやすい。傷ついた人が心を癒すことのできる社会を選ぶのか、傷ついた人を切り捨てていく厳しい社会を選ぶのか。心の傷を癒すということ。心のケアって何か分かった？